はい、ダビスタ98実況を始めていきたいと思います。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。今ね、現在大晦日のね、12月31日時刻はね、午後5時半です。はい、これからね、最後の1勝、G1 1勝ね、オークス目指してやっていきます。これから本番なんですけどね、ちょっとさっきね、夕飯食べまして、くら寿司でしたね、食べて眠いです、はい正直眠いですまあ仕方ねえよな、うん、始めていきましょうかね。はい、現在ね、マイチングマチコさんね、はい、まあ新馬戦ね、結構強い勝ち方でしたね。ライバルがディンヒル3区のね、名前が出てこないな、結構強い馬がいたんですけど、まあ勝ちましたよね。うん、あ、ゼネラリストね、ゼネラリスト相手にね、互角の印で勝ち切ってるんでね、これまあそこそこ能力がありますね。ただ気象なんと言われてるんでね、距離が伸びることによって折り合いを欠く可能性がね、かなりあるんでね、ちょっとがれてますね。うん、まあ、大晦日のね、実況をね、特番やってますけど、まあ、そんなアクセス増えないな、やっぱりな。うん、ダビスタはね、普段から、ね、ウプやチャンピオンジョッキーよりアクセスが少ないので、まあ、仕方ないのかもしれませんね、はい。うん。まあ、来年はね、これクリアしたらね、ダビスタ04始めようと思ってますけど、なんか早くクリアしたら、ダビスタ04やります、今日。今日始めましょうか。早めにクリアしたら。さて、ちょっとどんどんね、レイチェルは、まあ、いっか。うん。まあ、仕方ない。マッチングマチコ。頑張ってほしいね。うん。これ、ま、ベスト体重は480。ちょっと確かめとこうね、これね。今、確かめましょう。うん。392で太めですね。390で。あ、ということは382キロですね。軽い馬ですね。はい。まあ、それで何かしらレースに使いたいなと。キキオステークス使いますか。阪神の。ね、使いましょう。うん、ちょっとね、眠いですね。黙って当てていいですかね。昨日は結構睡眠時間取ったんですけどね、なぜかもう眠いですね、今日は。うん、睡魔がね、襲ってきております。申し訳ありません。はい。登録しましょうね。3年前もね、同じような大晦日でダビスタ3の実況やってますけど、あの時はどんな感じだったんですかね。見ておこうと思いながら、見てなかったのでね、ちょっと太めていきましょうか。うん、状態落ちましたね。なんか1回目のね、実況を見直したんですけど、音声割れ気味ですかね。はい、もうちょっとね、音量を小さくしないといけないですかね。あ、ノーザンドライバーと互角の印と、これ、頭数も少ないので、追い込み試しにやってみます。はい。どの程度追い込みがね、向くのか、やや重ですね。勝負根性あるタイプの方がね、追い込みに向くんで、勝負根性ないですからね、この馬ね。追い込み果たしてどうなのか、はい。外回す分ならね、大丈夫だと思うんですけど、打ち終わって、刺してくるほどの勝負根性はないと思うんですよね。まあ、ただ、オークス、追い込み一発はまる可能性結構あるんで、ね。このまま持っていくかもしれませんよ。いい感じで上がってきましたね。うん。これはね、外差しになったんでね、伸びてくるんじゃないのかな。ね。ローザンドライバーも、ね、内から伸びてきてますね。
ただスピードが足りない、スピードが足りない、勝った勝った勝った、頑張れ頑張れ頑張れ、よし、スタミナありますね、これもね、うん、よし、まだあと1勝しないとね、賞金足りてないので、オープン勝ちではまだオークス出走権利、出走確定ではないですよね。ね、本賞金1200万円ですから、1600万円以上ないとオークスはね出れないので、ここしっかりね調教していきましょう。まあでも能力はやっぱりありますね、この馬ね、はい。うん、追い込みさせたらね、オークスで追い込みさせたらあさり持っていくかもしれませんよ。うん。そんな感じがします。それもちょっと困るんだけどね、あっさりしすぎて。その場合は、ダビサゼロやりましょうか、今日。ただ、かなり現在、睡魔が襲ってるので、いい形で終えるっていうのもいいかもしれないね、はい。まあゆっくりと、これは、これクリアしたらね、ゆっくりと、もう早く終わっても、ダウンタウン見ながら、ね、ちょっと、ダラダラしようか。そのほうがいいかもしれませんね。うん。新たに、やっぱ、新たに始めるのは、やっぱり新年明けてからのがいいよね。ダビスタゼロイモはね。うん。うん、いい感じでね、調教を進めてますね。それならば、出しましょうか。あ、いい感じですね、状態は。ファンタジーステークス出しましょうよ。うん。滝さん乗ってくれますかね。あ、乗ってくれますね。滝さんが乗ってくれたらね、心強いですよね。これ、マイチングマツコにした方が良かったんだよね。まあ、次、ね、いい馬が生まれたらマイチングマツコにしましょう。あ、一番人気ですね。あ、でもそんなに入れ込んでませんね。うん。これも追い込みで行かせます。ライバルは、まあ、シーズグレースあたりなら勝たないといけませんね。うん。レース。まあ、これ見てくださってる方の中にはね、もう、お正月を迎えている方もね、大勢いると思うんですよ。うん。明けましてね、明けましておめでとう、噛んで、どないすんねんってやつですね。明けましておめでとうございます。まあ本でもね、よろしくお願いいたします。はい。楽しい新年をね。まあこれね、だから、お正月にね、のんびりとした時に見てほしいですね。もちろんね、大晦日に見ていただける方はね、嬉しいですよ、本当に。ありがとうございますね、本当に。ちょっとね、これは、悪でしょうか、まない。何やってんだ、お前。何や、外に出せ、外に出せ。あ、打ち終わるのか。打ち終わるのか。打ち終わるのか。来たね、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 刺したね。よし。結構追い込みでもやりますよ、これは。結構やりますよ。これでもう、賞金はね、足りました。うん。強いね。3戦全勝ですよ。これ持っていくんじゃないですかね。空気読まないで持っていくんじゃないですか、マチコ先生。あ、故障ですね。まあ、阪神三歳牝馬ステークスは出れないかもしれませんね。ちょっと今のうちに、まあ、販路をやっておこうかな。ね。販路やっておきましょう。こういう故障中に販路するのもね、スピード値溜まりますからいいですよね。うん。まあ、発行なら調教できますからね。販路は故障ありませんから。まあ年末年始は僕はだからゲームはホライゾンゼロドーンですかね。またね、ゲオでセールやるらしいんで、3日かな、ダークソウルのリマスターね、1ね、無印。あれが1500円ぐらい
1980円だったっけ、1480円だったか覚えてないですけど、まあセールでやるみたいなんで。でもダークソウルリマスターはね、スイッチでやりたいんですよ僕は。ずっとやりたいなと思ってて迷ってるんですけどね、どうしようかなと思って、まあ、ただ、まあ、積みゲーはねたんまりとあるんで、やるゲームいっぱいあるんですけど、あ、確かめないといけませんね。はい、あれ、ね、山菜馬ね、山菜馬牝馬2頭いますね。うん、あ、綾波レイの子供だ、マルテンスキーの子供だ、これ走ると思いますね、間違いなく。あ、スタミナ、いきなり来ましたね、スタミナ。え、奥手ですか。奥手は困ったな。ダート調教していきましょうね。スタミナをね、スタミナの鬼にした方がいいね。スピードも十分あるんでね、やっぱスタミナ鍛えていかないといけませんね。うん、これはまた希少難っぽいな。もう一回やろう。ちょっとダートジョーク、スパルタでいきます。スパルタで。うん、これは一回やね。ダート炭素強め。あ、スピード来ましたね。あとは気象なんか来なければね、育てたいんですけど、気象なんかね、また。で、このアヤノミレイとトニービンのクロスは、ナスルーラのね、インブリードがあったんで、気象なんは多くなるかもしれませんね。うん。うん、ちょっと馬体重が増えませんね。まあ、使いましょうか。クロッカスステークス。あ、ちょっと塗り替わりになっちゃうの。やめとこう。ね、タケさんに乗ってほしいんで、まあ、フェブラリステークスに乗りに行くのかも。あ、でもそれでも違うよな、やっぱり。東京だもんね。乗り替わりあるんや。ちょっと機種変えておいた方がいいかもしれませんね。本番で乗り替わりだったらやっぱりきついものがあるので、ね。クイーンカップまで調教します。あ、早熟ですね。あ、スタミナ来ましたね。まあ、Steamのね、ウィンターセールもね、今あるんですけど、まだ、ね、一つもゲーム買ってないんですよ。高校野球のレジェンドパックね、栄冠は君に買おうかなと思ってたんですけど、買ってませんね。まあちょっと積み毛がね、今は多いんで、なんか面白いゲームありませんかね。さて、出しましょう。これ乗り換わりになるかもしれませんね、ひょっとしたら。ね、乗り換わりもいいでしょう。はい。おたべさんの方がいいかな。おたべさんに、おたべさんもね、乗り換わる可能性あるんですよね。持ち馬いっぱいいますからね。どうですかね。あ、勝負根性来たね、これ、まあ。万世じゃなければね、すごいチャンスあったんですけど。あれ、これ3周飛ばした？今、4周だよね。3周飛ばしたのかな。まあ、これ走らせましょう。名前何にしようか。
まあ、これマッチングマツコにしましょうかね。はい、マッチング マチコのゼンマイね。はい、うん、ごめんなさい、ちょっとね、あの無口になってしまって、ちょっとかなり睡魔が襲ってるんですよ。マッチングマツコね。よし、まあそれで入球ですね。もちろん見本に、見本のがいいよね。はい、オークスは東京なんで見本に入れます。まあそれで、あの番線の間どうしようかな。これはどうかなと思うんですよね。万世だったらさすがにオックス間に合いませんかね。うん。うん、でも綾波レイの子だから育てたい気持ちはあるよね。うん、ちょっと、走らせてみようか。名前何にしよう。さっきいろいろと調べたんですけど、ジャリンコチエでいっか。ね、はい。ジャリンコチエもね、あの、つけたことあるんですよね。もう、何回もね、同じ名前つけてるんで、最近のアニメ全然知りませんからね。よし。さて、コマがね、揃ってきましたね。はい。エンディングに向けてね、コマが揃ってきました。うん、まあ12時までにはね、クリアできるんじゃないですかね。でき6時間もあったらできるでしょうね。まあ、これもね、40分か50分ぐらいで一旦切りましょうかね。はい、うん、強根性ありそうやね。マツコもね、マツコ、だから気象なんて言われたのか言われないのかちょっとわからないね。うん、マツコ。やっぱり俺の相棒はマツコやね。うん、でマツコはね、やっぱり牝馬につけないといけないらしいですね。うん、マツコさんがね、自分のことを女性って言ってたんでね、やっぱり女性なんですよ。うん、だから、ボバにね、あの、デラックスマツコってつけたのはダメだった、いけなかったみたいですね。僕もそういうの詳しくないんでごめんなさいね。はい、ちょっと失礼なことしてたんでね、ほんと謝らないといけませんね。はい、汗いっぱいね。マイチングマツコはやっぱり牝馬ですよ。うん、うん、行きましょう。これ調教したっけ。あ、してますね。よし、よきしゅう。ここで武豊ジョッキーが乗り換わりということは、何に乗ってるんですかね、豊ジョッキーは。うん、一番人気じゃありませんね。あ、でも収集はね、十分ついてますね。タキさんも乗ってないね。追い込みで行かせます。あ、東京ですからね、はい。ごめんなさい。東京ですから追い込みがね、どれぐらいハマるか。まあ、オークスの試金石ですね。まあ、来年はウィップ9がね、すごい楽しみですね。はい。どんな感じになってるんですかね。グラフィックすごい綺麗になってますからね。うん、ウィップ8からウィップ9のね、インターバルが5年っていうのは、すごい短いですよね。うん、セブンの時を思えばね。さて、これ真ん中割ってこれない。うち割ってこれないでしょ、これ。根性ないから。いけますかね。うちから来れないと思うんだよ。あ、でも来てますね。来てますね。来てますね。粘ってくれ、粘ってくれ。粘ってくれ、粘ってくれ。これ、オークス持っていきますよ、この馬。いや、持っていくと思いますね、この馬、オークス。
うん、そんな感じがしますね。もうダウンタウンが始まる前にね、これクリアしてしまうかもしれませんよ。はい。もう空気読まないでね、マイチングマチコ先生が持ってきそうですね。うん、ねえ、マツコ、妹のマツコがね、大物のマツコが控えてるだけにね。まあでも全力を尽くします。うん、全力尽くさないとダメですよ。はい。ねえ、そんな甘っちょいこと言ってられませんから。わざと負けるなんてことは絶対しませんからね。はい。八百長じゃないですか、それは。ねえ。まあ早く終わったらミニファミコンでもやろうかな。レトロゲームはね、どうなんですか、最近もう野球ゲームとかも視聴回数伸びないしね。もう野球はもうしばらくやめましょうね。うん、なんか自分語りがひどすぎるしね。うん、やめようと思いますね、野球は。ちょっとしばらくね。そう、野球のゲームあるんですよ、プレステ2で。月空間プロ野球と日米間プロ野球ね、スクエアの野球ゲーム。どうしましょうかね。まあでもなんか持ってきそうな気がしますね。うん、追い込みさせたら。もちろん追い込みさせますよ。うん。持っていくと思うな。相手次第ですけど。うん。ボバですか。ちょっとゼンマイ欲しかったな。悪魔将軍の。マチコはいい感じですね。こんななんか順調に来た馬って今までいないよね。4連勝ですからね、デビューから。もう最後の最後にこんなね、ね、強い馬というか、順調に行き継ぎですね。まあこのダビタ98実況を始めたのは、一昨年ですかね。はい。2016年の12月ぐらいから始めたのかな、ね。まあ、それまではセガスタン版ダビスタやってたんですけど、なかなか思うようにいかなくてね。まあ、途中でセガスタン版ダビスタやめて、ダビスタ98やってるんですけど、ダビスタ98はね、まあ何遍も言ってますけど、これはね、SF メモリカセットって言ってね、昔書き換えができるスーパーファミコン用のカセットがあってね、それでしか、ね、プレイすることができなかったんですよね、ダビスタ98ってね。ダビスタ98のカセットが発売されたわけじゃないんですよ。うん、ロッピーでね、その SF メモリカセットを書き換えしてね、ディスクシステムみたいに。それでダビスタ98をインストールっていうのかな、わからないけど、入れてプレイする形だったんですよね。だから、ね、ダビスタ98とかカセット買いたい人がいてもね、なかなか売ってないと思いますよ。うん。レアだと思うんですけどね。もちろん、割れとかにはね、あると思うんですけど。我はね、今は犯罪ですからね。はい。我はね。僕も過去にね、まだグレーゾーンの時、我で遊んだこともありましたけど、今はもう絶対やりませんよ、我は。うん。ごめんなさい。集中しましょうね。これは、うん。お菓子まで持って、もう、どうしようかな、これな。これ、放牧、もう、お菓子とか取る必要ないので、ちょっと放牧出してね、はい。まあ、それで、オークスに備えた方がいいですね。うん、その方がいいでしょう、はい。取りに行きますよ、もう。うん、取りに行きます。3月3週、4月3週よね。うん。まあ、一周で回復させればね、お菓子にも出しましょう、はい。うん、ボバーですか。これはひどい決闘やね。
いけませんね。いけませんね。ダウンタウンは何時からですかね。6時ぐらいから。結構早くからやってますよね、あれね。今年は何時から始まるんですかね。ちょっとテレビ見てみようか。ね、多分あれ早くから始まるんですよ。何チャンネルですかね。僕のテレビ、これ2画面もできるんでね。どうやってやるのかな。あんま僕テレビ普段見ないんで、やり方がわからない。これ音入ってませんよね。ハウリングで入ってます。あ、ドラえもんだ。ドラえもんじゃんけん。なんちゃんかな、ダウンタウン。じゅっちゃん。あ、始まっとるわ。6時半からってちょうど出てますね。なにこれ。え？これマスクなの？すごいリアルやね。宣伝なのかな、これ。もう始まってるみたいな感じだけどね。これ2画面にするにはできるんだよね、これね。ピーインピー。これで、な、わ、出せますね、やっぱり。あ、いいな、やっぱり。ね。テレビはね、あの4月に買ったんでね、今年の4月に買ったんで、まあ、片落ち版でしたけど、まあ新しい方なので、便利やね、2画面制はね、はい。さて行きましょうか。やっぱ2画面制にすると集中力欠くな。まあ、番宣のまあね、スピード調教そんなやっても意味ありませんよね。あ、これま、480キロですね。はい。さて。まあ、オークスまでやって一旦止めますか。もちろんクリアする可能性がありますからね。どうですかね。オークスまでね、またやります。はい。それでしばらくちょっと、フローはまだ早いか。ちょっとね、もう夕飯は食べたんですけど、まだ味噌かそば食べてませんね。まだこれから、そばもね、食べるんで、はい。正月と大晦日は絶対太りますよね。まあ、仕方ないと思うんですけど、今かなりね、体重が重いですから、この年になったらね、あんまり食わなくても太るんですよね。だからジム行ってね、鍛えたいんですけどね。そんなね、お金持ちではないのでね、ジム高いんですよ。タネツ系ですね。ごめんなさい、ちょっと集中力切らしていて。あと3頭しかないんだ。ねえ。ミサトはね、リブリアでしたっけ？もうなかなか受胎しなくなってきましたね。リブリアつけましょう。魔女っ子メグちゃんも15歳ね。はい。このままはリアル車台ですね。はい。悪魔将軍のゼンマイが欲しいね。キャッツアイも、キャッツアイは、そんなね、強いも産んでないんですが、団地つける。ディンヒリがダメだって言ってたね。そういえばね、血が濃くなりすぎてね。
なかなかいませんね、ディンヒル系ね。ディンヒルっていうのか、デインヒルのが正しいんですかね。ダビステではディンヒルって言ってましたっけ。アジケーティングね。はい。そう軸と。これ、ダートも走りますからね。まあ、団地つけましょう。はい。アジュディ三つ王とか言ったら、アジジケーティング三区でしたっけ。うん。うん、ちょっと集中してませんね。はい。テレビがあると、やっぱ消そうか、これ。まだダウンタウン始まってないので、ちょっとテレビね、消します。ちょっとね、睡魔がね、襲ってきました。まあでも本当にね、感謝しかありませんよ、本当に。うん、僕が、ね、これだけね、実況続けてられるのもね、視聴者の皆さんのおかげですよね。ありがとうございます。はい。うん、ほとんどの方、どうかな、ほとんどの方が、まあ、正月に、ね、見てくれてると思うんですけど、ね。まだ現在ね、大晦日の6時ですか。こういうの、だから生放送でやるのがね、一番いいと思うんですけど、ね。生放送はね、前のパソコンの時やったことあるんだけど、このパソコンではやったことないので、やり方が全くわかりませんね。一から やらないといけないでしょうね。まあ PS4 でね、簡単に生放送ってできるんですけど、パソコン経由では結構ややこしいですね。うん。知識皆無ではできませんよ。うん。ごめんなさい。4月の3週にやね、戻ってくるのは。翌週と。これ、睡魔が襲ってきてね、ミスするときありますからね。繁殖牝馬、期待の繁殖牝馬を売ってしまったことありましたからね。で、睡魔が襲ってきて。そういうミスはね、避けたいですね。はい、集中しましょう。うん。まあ、正直、ジャリンコ知恵は万世だからな。あまり期待はしてません。さて、戻ってきましょうね。はい。さて、マッチングマッチコ。さて、まあ、汗回しましょうね。はい。戻ってきましたね、これね。あー、一発で戻った。まあ、出しましょう。はい。急仕上げですけど、お菓子を出します。さて、オタベジョッキーがいいな。よーし。オタベさんが乗ってくれると心強いです。さて、翌週、レッツは5。桜花賞。まだ一戦級とね、争ってないので、どの程度の力があるのかっていうのは、まだね、わかりませんね、このまま。入れ込んでますね。ね、3歳になってから入れ込むんですよね。まあ、ただレベルは低そうな感じがしますね。あ、低いね。これメンツがかなりレベル落ちますね。追い込みで行かせます。両馬場だよね。よし、レース。あ、このメンツだったら持っていきますよ、本当に。本当に持っていきますよ、この馬。そんな感じがしますね。
ダビスタ98で、ダビスタ98じゃない、ごめんなさい、ダビスタ3でね、最後、ダービー勝ったのはヒンバでしたからね、レイコですよ、その名も、レイコ。あの、明日のジョーに出てくるね、ヒロイン、ヒロインなのかな、あれ、レイコをね、あの、レイコのつもりで名付けなんですけどね、あの、鶴目独身寮って知ってますかね、あれのね、なんか、頬骨がなんか、出っ張ってて、なんか六角形でしたっけ、十角形でしたっけ、そんな顔のレイコっていうキャラもいましたよね。うん、そのレイコの印象がちょっと強いな。さて、ハマりますかね、これ。ちょっと来ませんね。来ませんね。来ませんね。やっぱり追い込みね、ハマりませんね。あー、ダメだ。あれ、故障した？故障したってことないよね。あれ？あ。あれ、ちょっと、なんででしょう。ちょっとね、今の走りはわかりませんね。やっぱり追い込みが向かないということなんですかね。まあでも、オークスはね、追い込みで行かせます。入れ込んでましたしね。うん。入れ込んでたのが、理由ですかね。ちょっと、今、集中力変えてたんで、しっかり見ないといけなかったね。今の配線はどうなんですかね、ちょっと。まあ、じゃあ、リンコチェ、スタミナ中心にやっていきましょう。はい。全く見せ場がありませんでしたね。あ、状態も落ちてる。これ参ったな。今から報復出すわけないから。まあ出せるんだけどね。出します、これ。報復出した方がいいね、これね。これ落ちますよ、オークスの頃に。報復出します。はい。うん、まあ仕方ありませんね。6月、ね、1週に戻ってきましょう。はい。2週、そうだ、ダービーじゃないから6月2週なんだよね。2周でどこまで回復するかわからないね。うん。ちょっと、失敗、やっぱり、お箇所とか使うべきじゃなかったかもしれませんね。はい。まあ、まだ時間的に余裕があるんで、うん。思い切った策もね、打てますよね。はい。これがもう、11時ぐらいになってきたら、すごい迷うと思いますね。なかなかあんなにスパッと決断できませんよね。そういう状況に追い込まれる可能性もあるんでね。うん、マツコもちょっとベスト体重確かめたような気がするんだけど、どうでしたっけ。あれ覚えてないな。ジャリンコ知恵を確かめたんでしたっけ。全然覚えてませんね。うん、よし。うん、マツコもね、いい感じですね。はい。まあ、妹のね、無念を晴らすという形になったらね、最高ですけどね。まだね、クリアするのは早いです。正直。うん。まあ、全力を尽くしますよ、もちろん。全力を。まあ、ジャリンコチェはね、スタミナ調教中心でいきまーす。さて、6月1週ですね。帰ってきてもらいましょう。マツコもね、なかなか馬体重が増えませんね。ちょっと確かめておきたいんだけどな。まあ、ジャリンコチエもね、調教をしっかり詰めてますね。はい。もうちょっと合わせ馬やってもいいですかね、このままね。はい。まあ、勝負根性言われてるんでね。うん。このまま、差しとかね、追い込みの方が向くと思うんですけどね。はい。さて、マイチングマチコ、入球ですね。ち
ょっと桜花賞の惨敗の理由っていうのがちょっと分かりませんね。まあ、球児上げでしたからね。うん、それもあるんでしょうけど、ね。まあ、増えてきたんでね、馬体重も。これ合わせるまでしっかりやります。戻りませんね。もう一回やります。あ、戻ってきましたね。よし、OK。OK、OK。次ですよね。はい。次ですよね。はい。うん。合わせましょう。うん。もう一回しましょう。まぁ、ちょっとマイナス2キロになってもいいよね。ね。勝ってこい勝ってこい勝ってこい、あ、変わらない。どうかな、これはな。ちょっと心配ですね。まあ、入れ込むかもしれません。入れ込むと思うな。うん。あ、乗り換わりだ。まあ、やっぱり悪魔将軍の的場ジョッキー乗せようか。うん、それしかねえわ。それしかねえわ。ね。さて、行きましょうね。はい。意欲集。まあ、これでね、決めてくれるかもしれないんでね。まちこ先生が。どうなりますかね。入れ込んでなかったらやっぱり十分チャンスありますよね。いや、なんでエアグループが出てきた。なんでエアグループが出てきた。マイナス10キロっていうことは、調子はあまり良くなさそうですね。はい。入れ込んでると。ああ、虹丸ついてますね。これ追い込みでかせます。はい。両馬場だよね。あ、不良馬場だ。あ、でもこれ追い込みでかせますね。うん。ワンチャン、不良馬場でね、先行して残るとは思えないので、入れ込んでる状態の中で、ね。やっぱり折り合いが重要だと思うので、後ろから行きます。はい。追い込みで、不良馬場っていうのは正直、まあ、どうなるかわかりませんけどね。はい。レース行きましょう。はい。チャンスはね、十分にあると思います。はい。前の馬がバテてね。ハイペースになったらチャンスありますよ。うん。おい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 。さて、どうですかね。はい。チャンス、これで、勝つかな？ねえ。ひょっとしたら折り合いつけばね、もう、あ、外回っちゃった。外回ったら折り合いかけますよ。これはちょっときついな。きついね、ちょっと。折り合い変えてる。内に入れろ。内に入れた方がいいって。スローだし。これどうなりますかね。スローに流れてるんでね、これかかってるし、前行ってるし、これはちょっときついかなという感じがします。まあでもチャンスはね、十分にあるんじゃないですかね。スタミナ印20丸なんで。これエアグルーとガチンコやな。エアグルー先頭？ガチンコですね。エアグルー、6番か。6番エアグルーか。あ、もう先頭に立ちましたよ。これはちょっとわからないな。ちょっとどうなりますかね、これ。手応えいいですよ、これ。手応えいいです。うん、これはね、チャンスあります。さて、さて、さて。粘ってくれ、粘ってくれ。あ、ちょっと待って、待ってた。やっぱりそんな甘くねえな。かかった分ですね、これね。うん、まあ、仕方ありません。はい。勝ったのは、エアグルーヴ。そんな甘くはありませんね。はい。まあ、これをね、敵を打ちますから、マツコが。マイチングマツコが敵を打ちますから、はい。もう、描いたようになりましたね。6着ですね、はい。うん。ここで一旦ちょっと止めますね、はい。まあ、すぐ始めますんで、アップしたらね、すぐ始めます、はい。というわけで今回これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。